外観内観内観イタリ生産者聖スピリドン、セルビア聖教会聖堂は、イタリア、トリエステにある、セルビア聖教会の聖堂。単に聖スピリドン聖堂とも呼ばれる。18世紀、自由港であったトリエステに、オスマン帝国から流入して移住した、ギリシャ人及び、セルビア人は、聖教徒としての共同体を形成した。1751年に、マリア・テレジアが、 宗教上の慣用令を発布したことは、聖教の共同体形成を容易にしていた。こうして、ギリシャ人によって、聖ニコラオス教会、セルビア人によって、聖スピリドン教会が建てられた。聖スピリドン教会の設立によって、セルビア人聖教徒たちは自分たちの言語で、方針令を行うことが可能になった。現在立っている聖堂は1869年に、 再建されたものである。建設にあたっては、バロック建築や新古典主義建築より、ビサンティン建築が様式として施行された。現地のギリシャ人からは、バロックオーストリアイタリアの色彩を持つトリエステに、セルビア人が、その建築様式によって、アイデンティティの刻印を押したと評されることがある。現在でも本教会は、活発に活動している。ありがとうございます。